井上真でございます。ナオミルク佐藤です。今日もやってまいりました、美和歌でございます。ぜひチャンネル登録お願いいたします。お願いします。今日こちらどん、カターレ富山編の台所事情をかける遺跡ロックをやってまいりました。ということでね、よろしくお願いします。北から南までカテゴリーもこの人お送りしてます。こちらのシリーズ富山でございますということですね。そうなんですね、はい。あのまあこのね、あの台所事情シリーズ今年始めたのは札幌から8月の後半ぐらいから始めたんですけど、はいはい、その時にはまあちょっと正直想定してもなかったことがちょっと富山に起きちゃったってところがありまして、はいはい、早速ちょっと話していきたいなと思いますので、次のシートいきますよ。はい、お願いします。こちらですと、はい、うん、出ました。はい、うん、今左側は今シーズンの、はい、主に全体成果におけるシステムになってますので、はい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 、皆さんそのあたりはちょっとご了承ください、うんうん、皆さんご存知だと思いますけど、はい、先日ね、小田切監督に今変わったっていうチームでもありますから、うんうんうん、富山は、ね、さっき442でやってるっていうのもあるので、はい、そのあたりはまた後ほど伝えたいと思います。はい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 、右側が台所表と呼ばれるものになっております。うんうん、これ見方なんですけれども、このピンクになっているところはゴールキーパーの方々ですよと。はい、で皆さんは右に進んでいただいて、青がセンターバックタイプ。うん、水色がまあサイドバックとかウィングバックタイプになっていて、オレンジが守備的なミッドフィルダー系ですよと。うん、で黄色がオフェンシブな方のミッドフィルダー、黄緑がウインガーサイドアタッカー、まあ、緑が、まあ、真ん中目の、ね、センターフォワードの皆さんですよというところになっております。はい、そして縦軸年齢生まれ年でございます。4年後とオリンピック世代で分かれてございますということで、はい、パッと見早見表でございます。結構あれですね、年齢散ってるんですね、うん、そうなんですね、幅広いのが富山、はい、でもやっぱり、うん、ここに関しては、うん、まあ、年齢でどうこうってところももちろんあると思うんですけど、はいはいはい、やっぱり石崎監督、前監督がですね、うん、やっぱり藤井、もともとご自身が在籍した藤井だからいろんな選手取ってきたりだとか、はい、もう今季昇格するためにってので、まあ、ね、かつてこう一緒にプレーしたことのあるような方々も連れてきたとかっていうのがあるので、うん、結構まばらな感じになってるのかななんていうのは、うん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 、はい、ありますね、と、うん、でここからまあちょっとゴールキーパーからまあポジション別でいろいろ見ていきたいんですが、はい、まずは皆さん、うん、一個そのね、想定してなかったことがまあ起こったというか、何でしょうか、交代ですね、うん、あ、そうですね、もちろん、はい、うん、でびっくりしたのが、うん、やってるサッカーはそんなに大きく変わらないんですけど、うん、新しい小田切監督になってこの収録時点で2試合やったんですが、うん、まずシステムが 4-4-2 になりました。はい、で佐藤的に驚いたのが、例えばこの今普段だったら左ウイングバックやってた安藤選手、うん、今フォワードやってるんですよね、うんうん、大前線とか、うん、なんでちょっと右側に記したポジションだけだとちょっと伝わりづらくなっちゃうかもしれない、ね、うん、もっと自由度が高くなってきてるってことですね。そうですね、はいはい、あとやっぱ石崎イズムじゃなくなるっていうのはあると思うので、うん、もしかしたら来年は一気にガラッと変わることもありえるんじゃないかなと思われます。なるほどね、はい、うん、あと言い忘れましたが、ピンクで名前書かれてある方々はレンタルで来てる人だよというところなので、はい、持っといてくださいと。で早速ゴールキーパーから行くんですけど、うん、まあ、ゴールキーパーそんな、山田選手が今レンタルで来てる選手になってくるので、うん、彼がだから割る元に戻っちゃうようだと、やっぱ守護神枠として誰か富山を取ってこなきゃいけなくなるのかななんてことはあるかもしれません、うん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 、もちろん大ベテラン西部さんがいたりだとか、もちろん斉藤選手、もしくは今年のね高卒ルーキー平尾選手がの台頭なんてこともあるでしょうけど、やっぱキーパーでどのみち4人体制みたいなところが大体のチーム多いので、はいはい、まあ、山田選手抜けるようであれば誰か来るっていうふうに思っておいていいんじゃないかと思われます、うんうんうん、続いてセンターバック、はい、ここ変わるよ、うん、ここが変わる。もともとは富山さんはここに今青のセンターバックのラインナップの中に、はい、まあ、6人いらっしゃって、うん、あと水色のサイドバックのラインナップのところに何かいるけれども、はい、その選手たちも何かこのセンターバックやってきたっていうのがあったんですよね、うん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 、ただそれは3バックでのやり方の話なのかなと思っていて、ね、うん、4になるんだったらさすがに、まあ、ちょっと青のセンターバックじゃないんですけど、うん、水色のサイドバック側、うん、そりゃ増えるでしょう、うん、あ、そうですね、うん、はい、特に例えばこのねサイドバックのこの鎌田選手だったりとか、うん、八木選手ここら辺がこうセンターバックもやるような感じになってたりするのに加え、うんうんうん、安藤選手が今先ほどもねお伝えした通りにこっちのフォワードの側行ってるので、じゃあ水色誰なんだって、うんうん、状態ですから、ここの補強はそりゃあるでしょうと、うん、
いうところにはなるほどね、そうですね、うんうん、はい、なのでセンターバックが何人か抜けもありつつ、まあ、サイドバック入ってくると思っていただいてもいいのかなというところですね、うん、はい、続いては今度はオレンジのところでございます、はい、オレンジのところも守備的ミッドフィルダーの皆さんでございますけど、うん、特に注目ポイントになるのは岡柴田選手になるのかなと、うん、今のレンタルで来てる選手になるんですけど、うん、湘南ベルマーレから、はい、ただこれちょっと富山の方にちょっと難しい話になっちゃうんですけど、この間湘南でこの同じポジションを務める田中聡選手という選手がベルギーに行っちゃったんですよね、うん、はい、そうですね、だ湘南自体にはボランチ少ないんですよ、なるほど、だからちょっと柴田帰ってきてくんない、はあはあ、うーんってのはありそうで、そうか、はあはあ、でこの松本、一人若い松本選手が今ちょっとねこの新しい 4-4 人の体制のところでサイドバックやってる感じもありますから、うん、するとちょっと若手のボランチ枠が空いてきてしまうのがあるので、もしかしたら若手ボランチを一人二人取りに行くなんて、なるほどなるほど、うん、あるんじゃないのかなと、うん、今そんなに言ったら例えば佐々木選手がボランチ枠埋めたりだとか、はい、あとは石崎全体制下でもちょっとやってますけど、川西選手前やりながらボランチとかやってましたよ、うんうんうん、フォワードからボランチまで降りてきたりだとか、うんうんうん、あ、そうね、そういうプレーもありますもんね、うん、そうなんですよ、はいはい、まあ、だからボランチはもう誰か取るんじゃないのかなってのは見えてきますかね、と、あと残り黄色黄緑緑っていうちょっとフォワードの欄見ていこうかなと思うんですが、はい、まあ、気になるのが大野選手だったり吉平選手っていうちょっと前の方のプレイヤーなんですよね、うん、そうですか、うん、大野選手途中あたりからはちょっとねあれだったんですけど、前半戦から中盤戦にかけてってところでは、うん、で綺麗なねスーパーサブでした、ね、うん、J1、J2、J3、J リーグ全カテゴリーの中で最も高い得点力を示してたのが大野洋平選手だったりしたので、うん、はい、やっぱそのね、短時間でもこの5人交代制の中で途中からパワープレーも含めて出して点を取る能力で考えたら、まさに J1、J2 からでも声かかってもちょっと分かります。なるほど、はあ、うん、ね、ありましたからね、うん、あと気になってくるのがその吉平選手がつけたんですけど、うん、石崎前監督どっかやるでしょう、うんうん、他のチームでと、うん、まあそうか、そういうことも考えられる、でもしかしたら教え子たちがまた一緒になんてことも起こりうるかもしれませんと、うん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 、まあ、もちろんそんなことは分からないので何とも言えないですけど、はい、それがでもやっぱり吉平選手のまあ力っていうのは他の、ね、チームの皆さんも分かってるところだったりするので、もしかしたら狙われるケースはあるかもしれないよというところでございます、はいはい、まあ、主に先ほど言ったその柴田選手とかとサイドバック組ってところが、まあ、一番ちょっと注目な、ね、このオフになるかなと思いますけれども、うん、まあ、あとは富山としては残りの、ね、試合のところで昇格つかみ取って勝ち取って J2 だって流れになるのが、うん、まあ、ベストかなというところは、はい、さあどうなるか、うん、残りのシーズンも楽しみに見ていきましょうか、分かりました、ありがとうございます、はい、ということでございました、ありがとうございます、はい、このシリーズ続いていきますということで、富山で、ね、いただきましたということでございました。チャンネル登録まだの方はぜひしておいていただきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。井上までございました。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。